墨写真左手奥から、墨、筆。中央には、硯。硯の一部分はくぼみ、硯の表面で水とすられた墨は、くぼみの海へ溜まる墨とは、書画材料の一つで、すすやにかわ、香料などを練り固めたものである。また、これを硯で水と共にすりおろして作った黒色の液体もそう呼ばれ、古来筆につけて用いられる。固形の墨は固形墨、液状の墨は墨汁、または墨液とも呼ばれる。中国産のものは陶墨、日本産のものは和墨と呼ばれ、その製法や性質も多少異なる。古来、すすを焚く材料には赤松やその松やに、または菜種油やごま油といった植物油が用いられ、その種類により、硝煙墨と油煙墨に区別される。現代では工業生産された材料が使われることもあり、化石燃料由来のすす、カーボンブラックを用いた墨は、溶煙墨や改良媒煙墨、工業煙墨とも呼ばれる。液状で市販される墨汁は、液体墨や書道用液とも呼ばれ、これには、にかわの代わりにポリビニルアルコールといった合成樹脂を用いたものもある。科学的には、墨汁の状態は、疎水性のアモルファス炭素が保護コロイドであるにかわの働きで水中分散したコロイド溶液である。古代中国の甲骨文に墨書や朱墨の跡が発見されており、殷の時代に発達した甲骨文字と時を同じくして使用されたと考えられる。紀元前には木炭の粉や石墨の粉を水と漆で溶いた液が用いられ、元代には漆で丸く固めた墨丸や硯の類、松を燃やしたすすが使われるようになり、三国時代までにはにかわで固めた扁平な墨が作られるようになり、宋代には油を燃やしたすすによる油煙墨が作られ始めた。文字以外には入れ墨にも使用され、これは後に罪人の刑罰の一方法となった。朝鮮では三国時代から良質な墨が作られ、口実のように高句麗から日本へ製墨技術が伝えられていた。新羅で作られた新羅武家上墨と新羅陽也上墨は現在も日本の正倉院に宝蔵されている。一方で歴史的に職人の社会的地位はとても低く、製墨に関わる文献資料がほとんど残されていないことから、その研究や再現には困難が生じている。現代に行われている朝鮮の伝統的な墨の再現では、中国や日本の資料も交渉に加えられている。現存する日本最古の墨書は、三重県嬉野町貝倉遺跡で出土した2世紀末の墨書土器に記されていた、伝という文字とされている。さらに遡る。紀元前1から2世紀の硯と見られる品も、福岡県行橋市下比叡大遺跡など、九州北部の複数遺跡から出土している。日本での製墨の記録は、日本書紀が初出とされ、推古天皇18年に、高句麗から渡来したドン長によって行われた。大宝律令には、中塚砂上に作り墨手を置くことが定められ、奈良時代には、平城京都所領や、和豆が、播磨国で墨が作られた。平安時代には、硝煙墨の生産が盛んになり、紀伊国産の藤代墨や近江国産の武蔵墨が知られた。室町時代には明徳から応永の頃、奈良の興福寺に大坊において油煙墨が作られるようになり、これは南都油煙墨と呼ばれ、硝煙墨より墨色が濃く高く評価された。安土桃山時代には安価な菜種油が油煙の原料として使われるようになり、奈良では民間でも製墨が行われるようになった。江戸時代には紀伊徳川家の後押しにより水墨画に適した紀伊国産の硝煙墨である藤代墨が藤代墨として再興され珍重されたが、江戸末期には後継者が途絶えた。現在の墨の主要産地としては、奈良県産が9割のシェアを占めるほか、藤代墨と同じく平安時代に始まり紀伊徳川家に支えられた歴史を持つ三重県産や藤代墨の硝煙生産を現代に復興させた和歌山県産がある。西洋へはインドを経由して輸出され、インディアインクやチャイニーズインクと呼ばれ、改良品も作られ、木色紙インクやビストル、セピアと並び古典的なペン用インクとして使われる。耐水性のインディアインクには、水やニカワに代わって、中立ち剤にアルコール溶媒やシェラック樹脂を用いた油性のものもある。製造後間もない新品の固形墨は、水分の含有量が多く、ニカワの成分が強く出るために粘度が強く紙に書いた場合、芯と滲みの区別がわかりにくい。年月が経って乾燥した墨は、ニカワの分解も進むために、伸びが良く、墨色に立体感が出て、筆の運びに従って、芯や滲みなど墨色の変化が美しく出るとされる。こうした経年をした墨は、古木と呼んで、新調される。墨が緻密に作られていれば、それだけ乾燥するまで、長い年月がかかる。固形墨は、主な原料であるススの違いによって、小円墨と油円墨に分かれる。朱墨、青墨、紫墨、茶墨などの表現があるが、朱墨以外は基本的に黒色で、色調の傾向を示す言葉である。朱墨の原料は鉱産物として天然に採掘される辰砂である。墨の製造で使われるニカワは、動物の骨や皮、剣などから抽出した工場物質。高級なものでは鹿、通常は牛や豚、羊、ウサギなど。安価なものでは魚などが使われ、魚のニカワを使ったものは独特な周期を持つ。それを補う目的で、化学的に合成された樹脂が代用されることもある。固形墨においても墨液においても、年月が経てば、ニカワの成分が変質し弱くなる。これをニカワが枯れるという。作った当初は、ニカワが強くて粘りがあり、紙に書いた場合、芯と滲みの差が小さいが、年月を経るとニカワが枯れ、滲みも増えて、墨色の表現の自由度が広がる。水分が多いと書いた線の部分から、滲みが大きく広がる。この状態を、墨が散るという。長い年月を経て、ニカワの枯れた固形墨を古木と言い、伸びやかな線質や立体感、無限な色の表現が可能になるため、特に薄墨の作品では不可欠であり、価値があるため、高値で取引される。墨を練る技術以外に、高級品では墨の形も美術工芸的に重要となる。墨型彫刻師が木型を制作し、多様な形態が珍重される。日本で墨型彫刻を専業で行う工房は、2014年時点で、奈良の中村忠志ポーただ一人。明治20年代、小学校教員をしていた、田口誠二が冬場に冷たい水で墨をする生徒たちを見て液体の墨を作ることを発起。東京職工学校で応用科学を学び、その後、墨汁を発明。1898年に改名墨汁と名付け商品化し販売。田口商会を牛込区築土八幡に創業した。ニカワを使った墨汁は低温でゲル化するのを防ぐため、塩化カルシウムなどを添加しているが、その吸湿性のため乾燥が遅く、金属腐食性により付けヘペンなどを錆びさせやすい。ニカワの代わりにポリビニルアルコールといった合成樹脂を用いたものもあり、腐敗しにくく、低温で凝固しにくく、乾きが早いといった特徴がある。ただしニカワの墨とは、使い心地は異なるものとなる。ニカワを用いた墨液の場合、表層、裏打ちをする際には、長時間乾かす必要があり、乾燥時間が短いと墨が溶ける。高濃度の墨液やニカワが枯れた墨液は、滲みが激しいため、滲み防止スプレーも市販されている。自分で裏打ちする際には、注意が必要である。墨の製造で使われるニカワは、動物性のタンパク質であり、細菌が繁殖し腐敗する。それを防ぐために、市販の墨液には、防腐剤を添加する。固形墨には防腐剤の成分に樟脳や香料が含まれる。ただし、擦った墨の液は保存が効かないのですぐに使い切る必要がある。墨液など液体済みの防腐剤は時間が経てば弱くなるので製造後およそ2年ほどで腐ると言われている。腐った墨液は動物系の腐敗臭を放ち筆を傷めるので使うのは避ける。防腐剤の多い製品は筆を傷める可能性があるため、高級な筆を使う場合は粗悪な墨液を使うことは避ける。また、容器内の墨液の腐敗防止のため一度容器から出した墨液は細菌に汚染されているため、戻さない。日本製の墨液には粗悪な成分を含むことはほとんどないが、安物や輸入品には注意が必要である。品質の良い墨液は固形墨を擦ったものにも比較的近く、書からにも愛好者が増えている。1893年12月25日、東京神田錦町の関根常五郎が墨汁の特許を取得した。すずりで墨を擦った液に技法的にアレンジを加える消費者もいる。指の腹などで墨液をこする、する墨作業などで粒子の細かい墨色を試してみたり、水の量や硬水、軟水の水の硬度、紙との相性、気温や湿度で墨色や墨の広がりなどが変わる。特に薄墨では差が出やすいので、ヘビーユーザーは好みの墨を作るために各々研究する。その点は絵の具のそれと大差ないと言える。墨をたくさん使用する消費者には、墨すり機という固形墨をする機械も市販されており、重宝される。ありがとうございます。